どうして社会福祉の問題があるかっていうと、人の生活の中に何か問題があるからなんですね。保育所に子どもが来るっていうことは、お父さんやお母さんがお仕事をしてて、その時間子どもを預かってもらうとこが必要だからっていうことになります。高齢者の人の老人ホームっていうのも、高齢者の方の介護をお家で全部やることができないので、その代わりにお預けするっていうことになります。そういうふうな家庭でできないいろいろな生活問題っていうのを解決するのが社会福祉っていうことになりますので、まず社会福祉を学んでもらって、そして保育のことを、さらに深く学んでいただくっていう授業になっています。で、高校生の方が入学されたりする前にぜひともやっといてほしいのは、世の中の広く子どものことを知ってほしいんです。けん玉とかコマとか、実は保育所とか幼稚園までやってるんですね。そこに意味があります。そういうふうなものに親しんでもらったり、いろいろ子どもたちが日々どういうところで生活をしているのかを知って、広く社会のニュースなんかを見ながら子どものことについて深く知っておいてもらうと、大学に入った時に社会福祉の授業を聞いていただいても、あ、こういうことなんだなっていうふうに分かってもらえるような努力、授業を作っていきたいと思ってますので、広く子どものことを知ってほしいなと思います。